バンコニャンコ。視聴者の皆さんの可愛いペットをご紹介します。ワンコニャンコのコーナーです。今日は可愛いチワワの男の子が来てくれました。すごく可愛い。はい、先ほどの CM がある時間からずっとお手って言ったらお手をしてくれるんですよ。こうあーチェルチェル、可愛くないですか。僕ほんと覚えてるの。大型犬は苦手だったんですけども、小型犬愛おしすぎてお手、あ、でももうくっついてくれるだけでもう十分可愛すぎます。手で顔を隠してるのが、お手、あ、やっぱり吸い付けたいのかな。はい、ちょっと諦めます。可愛いワンちゃんに癒されました。いい気持ちになりましたね。はい、それでは視聴者の方の可愛いペットもご紹介していきます。はい、今日ははい、さあまずは、金沢市谷坊さんのお宅のラムちゃん1歳です。甘えん坊でとても優しい性格だそうです、おー、甘えん坊なんだ。あ、ふわっふわ、ほんとね、あ、しかも表情も顔の部分があら、かわいい。そしてチャームポイントが、そう、大変さん今言ってくださったんですが、この青い目なんです、とても綺麗じゃないですか。綺麗な目やな、これ。そして抱えているのがこのエビのおもちゃでしょうか。これも気になります。気になるね、確かに大好きなのかな、はい、そしてラムちゃんの動画も送ってくださいました。はい、初めてスイカを目にした時のラムちゃんです。ラムちゃん、何か分からず前足でちょんちょんしている様子が可愛いですね。可愛い。そして香りも嗅いでいます。知らないものに出会うと結構警戒する猫も多いかと思うんですけど、この子は好奇心旺盛で、ちょんちょんの仕方が可愛い。そうやね。さあお次もかなりクセ強のにゃんこです。はい、あらら。さあ今回次は紹介させていただくのが、クセ強いですね、確かに。、はい、強いね。そうですよね、強いわ。金沢市おきつさんのお宅のアビシニアンのココロくんです。ココロくん、はい、もうなかなかのドヤ顔でね。はい、いこのね座り方がね、社長さん、会長さん、なんやろね。なんかもう市長、あの、もう飼い主の人がもうはははって言わないといけないぐらい注意されてるみたいな感じで、ね、そうですね、私たちみんなしね、ははあ、じゃあね。で、中でも最近飼い主さんは心くんに困っていることがある。何なんでしょう。そうなんです。それがこちらです。トイレがあるにもかかわらず、床にうんちやっちゃってます。やっちゃってますね。はい、あらら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 、これちょっと先ほどの映像戻っていただきたいんですが、このうんちした後の顔でしょうかね。そうこれやったったぞみたいな。これちょっとね、これ飼い主さんからしたらおいってなりますよね。吐き出しがあるとしたら何が悪いねんって。吹き出し出てきそうです。いやいやいや、ね、はい。で、おきつさんここでいろんな情報集めてですね、対策考えたそうなんです。はい、その衝撃の動画も届きました。動画見たい。衝撃なの、衝撃なの。なんと便器の横にあるのは、フライパンと蓋、何でも気になるものを置くことで、ここでうんちができないと思わせる作戦だそうです。そうなんや。それがあの功を奏したのかですね。ちょっと待って、心くんも見事に今戸惑っています。確かに他のこと考えたらお手洗いって我慢できますよね。そうなんやけど、これよう考えたらお手洗いにフライパンあるわけやろ。で、これあのね、人間用のお手洗いと一緒にしてるじゃないですか。はい、そしてまだまだ緊張しちゃうの。作戦あるんですよ。作戦その2がですね、こちらの映像です。何やっちゃう。今度は大好きなおやつを置いて、絶対にここでしてはいけないよっていうフライパンよりも強いメッセージが。これもトイレに置いたってことですか。はい、トイレに餌が置いてあるってすごいですもんね。はい、あのフライパンは次何の料理作ったんでしょうね。多分トイレ用のフライパンかもしれません。トイレ用のフライパン、きっとね、きっとそうでしょう。で、はい、今のところは効果はあるそうで、心くんももうやりませんって言っているそうなんですよね。このまま順調にいけばいいんですけど、まだやってしまうかもしれないじゃないですか。心くんすごいね。ただでもおきつさんのそのさせないっていう執着心もなかなかすごいので、この対決見どころかもしれません。まだまだいろんなことすると思いますよ、あの表情は。本当やね。ねえ、はい、さあこのコーナーでは皆さんの可愛いペットのお写真や動画お待ちしています。以上ワンコニャンコのコーナーでした。